老朽化した県営住宅の廃止と集約の方針を打ち出した県は今日から住民説明会を始めました県は101カ所ある県営住宅について対応年数を迎えても建て替えはせず順次廃止を検討していく方針ですまずは6つの団地の全体もしくは一部を10年後をめどに廃止する方針で今日は対象の一つである 泉区の小原第五住宅で説明会を始めました説明会は非公開で行われ県によりますと引っ越し先として近くの県営住宅を提案し経済的な保障も示したということです県は集約を進める理由に人口の減少と災害公営住宅の建設に伴う公営住宅の余剰を挙げますが住民側には 県は説明会を来月10日までにおよそ400世帯を対象に合わせて18回開く予定です。